ん、日本でナースやってたわけでしょ。ナースやってた、うん、そのナースを辞めてまでこの仕事を辞めて海外に来ようと思ったわけじゃん。そう、辞めて来るのにこうためらいとかなかった？確かあれだよね、語学学校行ったんだよね。あ、そうです、うん、伸びたと思う？いやもう朝からもう何も食べてないからお腹ペコペコだよ。12時ぐらいか、お昼のカフェをね探してるんだけど。Yeah, so she's gonna get the beef burger. Yeah, chips or wedges? Oh, chips か、あの、wedges って、あの、三日月みたいなやつで。Chips か、どっちがいい？ Chips? Chips? Yeah, with chips, and I'm gonna get the prime grass-fed sirloin steak with the mashed potato, please. Mashed potato? Yeah. And how do you want it cooked? Medium rare, please. Medium rare? Yeah. And then, can we have tap water as well, please? That's it. Thank you, and this is for you.Thank you. すごい、スリみたい。こういうなんか色をさ、コンセプトにしてるお店なのかね。なんか全部このパステルカラーっていうかさ、その壁とか見てもかわいいね、うん、このピアスもパステルカラーなんだけど、そう、今日来ると思って合わせてきた。合わせてきた、合わせてきたけど。なるほどね。すごいね、ビーフバーガー。これ顎外れそうやん。美味しそうだわ。めっちゃ美味しそう、これオージービーフ。マッシュポテトと一緒にさ、コクが早い。前回撮影した時に、本題のカフェに行った時にね、あのマイカちゃんっていう友達に手伝ってもらったんだけど、それをあの編集が終わってから俺の他の女の子の友達に見せたら、あ、マイカちゃんだっつって。知り合い？そう、知り合いだったの、まさかの。なんかシドニーにいる日本人のコミュニティなんかめっちゃ小さいなと思って。もうステーキ今日1日目、朝一発目から 300g のステーキ、ペロリンチョで。昼だから水で乾杯ってことで。いや、うまかったね、昼飯めっちゃ。あ、で、ここのこのインカーケードってあるじゃん、有名なジョンさんっていうタトゥーアーティストの人があのやってるところで、もともとボンダイインクっていう有名なボンダイビーチにあるタトゥースタジオで働いてた人が、まあそこを辞めて自分で始めたところなんだけど、ファインラインタトゥーって言って細いタトゥーのペンを使ってやる、まあ、アーティストなんだけど、すごいおしゃれでね。ジョンさんね、ネットフリックスとかで番組持ってた人だから本当にめちゃめちゃ上手。これね、インクアーケード、黒ドラ。Trying to look like you winning. I'm writing rhymes in the kitchen, soaking in moments we live in. Yeah, you got the nerve to be on me, faking your life for the IG. If you got my number, don't add me, 'cause baby I'm on hiatus. So today we're here at the suburb called Cronulla, which is like an hour away from Sydney Central Station. There are nice beaches and some beautiful parks around here, so we walk around andHopefully we can find some fun together. Oh, by the way, this girl is helping me to film the video today. My friend Ayaka, hello. Hello. 俺すごい思うのがさ、なんかオーストラリア人の休日の過ごし方ってなんか日本人と違うなと思ってて、なんか日本人ってさ、なんだろう、田舎に住んでるか都会に住んでるかとかにもよると思うんだけど、なんか家でダラダラしてずっと何もしてないで、まあ疲れ取ったりとか、あとはまあ買い物行ったりとか、街になんかそんな感じで一日終わっちゃうと思うんだけど、わかる？オーストラリアの人ってさ、なんかこういう海とかに来て横になってさ、もうなんか朝めっちゃ早くから来るじゃん。朝めっちゃ早い。朝からさ、なんかめっちゃ横になって日焼けしながら本読んでる人とかいんの、うん、めっちゃ優雅じゃない？いいね。結構そういう人多くて、多分人によってはさ、もちろん買い物行く人とかもいるんだろうけど、なんかでもオーストラリア人の友達とかとこう遊んだり話聞いたりしてると、そういう人が結構多いかなっていうふうに思う。
あとあれだよね、オーストラリアさんめっちゃバーベキュー好きじゃんみんな。あ、うん、だからなんか休日めっちゃバーベキューしてる人多いわ。あのこっちってさ、うん、その家族とのさ、つながりもさ結構さ素晴らしいじゃないみんな。大事にするね。そうそうそう。だから休日とか家族とこうバーベキューしたりとか、まあ、友達呼んで家でね朝から飲んでバーベキューしたりとか、なんか、ね、なんだろうな、遊び方がオーガニックっていうのすごいいいなと思うわ。このオーストラリアによくいるよねこの鳥ね。好きね。名前忘れちゃったんだけど、俺レインボー鳥って呼んでんだよね。そう。なんかこのいつもこの花の蜜かなんかを吸ってるんだよ。虹色だよね。あやかちゃんにさ、すごい聞きたかったんだけどさ、うん、日本でナースやったわけでしょ。ナースやってた。うん、ナースってさ、すごい国家試験取ってさ、いい資格だと思うんだけど、そのナースを辞めてまでこの仕事を辞めて海外に来ようと思ったわけじゃん。そう。それって実際こうどんな感じだったの？辞めて来るのにこうためらいとかなかった？え、ある程度ね、お金貯めてから辞めたから、うんうんうん、そんなに不安はなかったけど、やっぱね、職を失うって怖いよね。だって勉強してさ、国家試験受けて、うん、その仕事を始めたわけじゃん、うん、そう、なんかせっかく始めたのにこう辞めたら戻れなくなるかなとか、そういうのはない？わー、あんまりない。あんまりない。未来は考えてない、あんまり。なるほどね。今をね、楽しく。いいね。じゃあその、まあ、大きな決断だけど、なんかそんなめっちゃ勇気を持ってとかそういうことじゃなくて、もうやってみようかなみたいな軽い気持ちで。そう、辞めるのは勇気がいたけどね。まあそうだよね。もともと何、英語とか好きだったの？全然。でも日本が窮屈すぎた。暮らしとか。暮らし、なんか日本人しかいないから、あ、ちょっと見てみたいなと思って。なるほどね。じゃあなんか経験してみたいなっていう感じで。そうそうそう。じゃあ別になんか英語がめっちゃ好きだった昔からとかそういうことじゃないと。英語は嫌いやった。あ、そうなんだ。へえー、確かあれだよね、語学学校行ったんだよね。あ、そうです。うん、よかった。まあ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 伸びたと思う。伸びたのはバイトで接客をする方がやっぱ使える英語が伸びる。ああ、なるほどね。日常生活で実際使った方がね。確かに。そうそうそう。じゃあ学校ではまあベースをなんか勉強してみたいな、そういうイメージ。文法とか。ああ、なるほどね。でもなんかそうは言っても実際やっぱり多分いるんだよ日本にも。さ、いっぱいそのやってみたいけど、なんか一歩踏み出せないっていうかさ。実際どうなの？楽しいんだよオーストラリア。楽しい。今どんぐらいいるんだっけ？5ヶ月。5ヶ月。楽しい。楽しすぎる。じゃあ来てよかった。来てよかった。どう、なんかこれからどうしたいなとかあるの？これからね、看護師アシスタントナースとして働けたら働きたいなと、うん、あ、こっちでね。そうそうそう。向上心の塊だね。そうやろ。確かにさ、俺なんかやっぱりオーストラリアにいて、オーストラリアにいる日本人の人とかも関わること結構あるけどさ、あれだよね、日本で確かに看護師やってた人結構多い。多いね。うん、まあ、これからみんなの力をさ借りながらさ、このタロサックのね、このチャンネルがどんどん大きくなっていって、1年後とかにはさ、もしかしたら日本で働いてる看護師の 100% が見るチャンネルになってるなんてこともあるかもしれないんだけど、まあ、その中でもさ、やっぱりまあ看護師を辞めて、まあ、看護師と限らず他の仕事だとしても、うん、まあ、その今働いてるところを辞めて海外行きたいなとか思ってる人にこう対してさ、なんか自分が行動した一人の人間として、うん、なんだろう、こうやってみた方がいいよってやっぱり言う？それともどうだろう？迷うならやった方がいい。迷うならやった方がいい、うん、だって今すごい楽しいんでしょ。楽しい。コロナやったけどね。まあな、確かにな。でもあれだよね、やっぱり行動してみないと分かんないからね、本当に。分かんない。後悔はしてない。そうだね。うん。When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. All the good times just begun. なんかここら辺さ、結構街とも離れてるし、すごい綺麗だから住むにはさ、将来的にすごいいいエリアかなと思って。で、聞いたことがあるんだよ、前働いてた家具の会社で働いてた時にさ、上司の人に
ここら辺どうなんだろうみたいな感じで聞いたら、めっちゃ高いらしい。普通にもう億円単位らしい。全然高いエリアだと。だからさ、全然シティから遠いのにさ、まあ、やっぱりこういう綺麗なところはさすがに高いんだろうね。高いね。もう今日なんかいい景色でさ、赤ちゃんのいい話も聞けてよかったよ本当に。またなんか次もいい感じの景色のところこう歩きながらさ、まあ、美味しいご飯食べて、まあ、みんなも楽しめるようなね、いい話もこう入れながらできたらいいなと思うよ。赤ちゃんありがとう。はい。でまた面白い動画出していくんで、皆さん次もぜひ見てください。ということで、じゃ今日はここら辺で、さよなら。See you.